僕と外したんですよ ねこれで始まるしかないということで、はい、いや今ねあの椅子は持ってましたけどあれ手に当たったらもうそれで終わりですもんね。そうですね、よく避けたとはいえちょっとね異常な初スロブであります。デビル雅美選手、今日は決勝ラウンドの第1試合で大森ゆかり選手を破って堂々とリミ萩原選手とチャレンジャー決定戦に登場いたしましたデビル雅美選手であります。まあ、ブラック軍団のドンとして面目もありましょうし、そうですね、負けられないという気持ちが、こういった反則攻撃の走るんでしょうね。そうですね、もう是が非でも勝ちたいというのね。はいはい、さあ今度はリミ萩原選手の反撃であります。これは20分一本勝負として、いや30分一本勝負として行われるわけでありますが、どういうことになりますか。今度は右攻めております。カウント2が入りました。さて放送席には先ほどのカムバック宣言をいたしまして、またあの空手三方が大いに楽しみになってまいりましたビクトリア藤見選手に代わりまして 3WN 現チャンピオンのジャガー横田選手に座ってもらっております。ジャガー選手ね、はい、本当にチャンピオンになると大変ですね。モンスターリッパー日本に来て、はい、ね、あなたのタイトルを狙うし、はい、それからフジテレビ杯トーナメントではねこのミミとそして、デビル雅美選手ね、はい、勝った方がまた挑戦するわけでしょ。はい、そうです。それにしてもですねデビル雅美選手の今日のこの試合に何か異常としか言いようがないんですけどもね、ジャガーね、はい、ここまでどういうふうに見てますかこの2人の試合。そうですね、やっぱりデビルがかなり押してるみたいな感じがするんですけど、デビルが押してる、はい、まあ、ミミの場合もやられながらも考えてるんですけどね、そうでしょうね、いかに陥落するか。あっとまたね、ちょっとあのマスコという選手が木刀を出しました。木刀あるじゃないですか。あるんですよね。この件はしかし、まあ、あの意味に逆にいつでもこれを出すぞと脅かしに使っていることもありますよね。あのわざと見せるところにね、はい、見えるところに置いてますもんね。今日はリングサイドに上田コミッショナーの姿がありませんですね。そうですね、今日は、はい、ね、上田コミッショナーは断固としてですねこの木刀の使用を禁じております。あーっとどうするか、後ろに落としました、後ろに落としました。ミミ萩原相当に苦しそう。カウンター危ない、カウンター危ない、カウント2まで入りました。3つ目かろうじてブリッジで逃れました、ミミ萩原であります。今度は突きヘッドバットが行きました。あの頭の今のてっぺんに入りましたね、はいはい、かなり、ね、あの、ダメージが大きいですよ。あー今度は上から行った、あ後頭部ですね今のは、ね、ヘッドバットの連発であります。ヘッドバットの連発、さあロープに足がかかっております。これはカローして逃れます。危ない危ない、一方的な攻めにやっておりますミミ萩原。さあ今度はボクシングスタイル反撃を切りました。ミミの反撃であります。ようやくパンチが出ました。ミミパンチ攻撃であります。ミミのパンチ攻撃が出ました。これはもうミミ18番中の18番でありますが、あっと足を持ったヘビ固めに行きます。さあ勝負はこれからであります。フジテレビ杯トーナメント 3WA のシングル選手権挑戦者決定戦であります。チャレンジャー決定戦であります。はい、いやーこれは4月からのチームもですね、スターリッパーも日本にやってまいりましたし、佐藤さん大変なことになりそうですね。大変ですね、本当にもう春の嵐が吹き荒れますね。佐藤さんにも引き続きねぜひあの解説お願いしたかったんですけどもね、まあそうですね、はい、もうちょっとこう応援してみたかったですね、今日が佐藤さんにとりましては最後の解説ということになります。今日は佐藤さんにね、まあ、あの花向けの意味もありまして、選手たちにね、いろんなアドバイスをお願いしたいと今日放送の最初にも私申し上げたんですけども、どうですか、ミミ萩原選手に対して佐藤さんからの何かアドバイスはございますか、これからのミミに対して。そうですね、はい、今までのミミに関してはですね、僕らも本当にこう見損なった選手なんですよね、まさかここまでチャンピオンになる器だとは思いませんでしたので ね、もういけるものならば、はい、ぜひ今日も勝ってですね、世界王座に挑戦してほしいということですね。そうですか、
今後のブラック軍団のドン、デビル正巳選手対してはどうですか。もっともっとあれですね、インサイドワークをうまくなってもらってですね、はい、ややまだ自分の力に過信するところあるんですよね、はい、で考え込むところが多いんで、その辺をどんどん考えずに出すと、もっともっと強くなりますね、この人は。そうですか、ね、あっと腕を押さえてますね。どうしたんでしょうか。右腕をなんか今相当痛めつけられましたね、ちょっと、ねはい、決められたんですね。あそうですか、リストロック当日入りました。はい、いや徹底的やってますね、ジャガー横田今相当耳右の腕を痛そうにしてますね。どうしたんでしょうか。ちょっとね、はい、外れたかもしれませんよ。ちょっとおかしいみたいですね、あれね、はい、ねちょっとポキッと音もしたんですよ、ポキッと音したんですよね、さっきね。だから、はい、どうしたんですか。まだ外れていないと思うんですけど、筋をかなり伸ばしてるんですよね。伸びない方の筋を無理やり、はいはい、だから筋だと思いますけどね。そうですね、大丈夫ですね、はい、筋ですね、あれね。なるほど、ジャガーもね左の肘でしたか、はい、あれは確か佐賀の試合ですよね、やったばかりですね。有田 でしたよね、はい、はい、佐賀県の有田で。